んなことできるか。お前たちが裏切ったら。じゃあ全滅するだけだけど。わかった、馬を用意しろ。さあな。もしインジェルの正規軍だったら。その時に考えるよ。それより今はルナールを。やけに真剣ですね。まあプロポーズされたし。プロポーズ？いた。待て。あんたらなんでここに。話は後だ。一旦取り出に。アホいいな、村が襲われてんやで。踊れるわけないやろ。罠かもしれないんだ。そのようですわね。これ囲まれちゃったよ。仕方ない、蹴散らすぞ。ですわ。行くぞ。次、うち。やっと私の番ですわ。ハンナ、行きます。
くぞ。行くぞ。やっと私の番ですわ。
ひ。行くぞ。やっと私の番ですわ。許せませんわ。行くぞ。
やっと私の番ですわ。出ませんわ。本体は多分村に。待てルナール。村に行かな。一人で行っても仕方ないだろう。でものんびりしとったら。俺たちと一緒にだ。分かった。ほな、はよ。そんな。俺たちが来た時にはもうこのありさまで。なんでやルナールさん、この子らが何かしたんか。なんでこんな目に遭わなあかんねん。なんでけど、作戦としては合格点かな。敵の懐に無防備に飛び込むよりは誘い出した方がいい。義賊を気取る連中なら村を焼き打ちすれば。黙れ。怒るなよ。黙れ言うてんねん。作戦やで。なんで作戦でこの子らが死ななあかんねん。軍人は軍人同士殺し合っといたら。軍人も民間人も同じ人間だよ。矢は避けては飛ばない。そやからて人の命を。軍人なんて人一人殺していくらの商売だろ。あんたかて軍人やろが。ああ、こいつらまた牢に放り込んどき。はい。帰るで。はい。そうですわ、見損ないましたわ。よく見とけ隊長。これが戦争なんだ。そして俺たちは軍人だ。そんなこと聞いてないよ。私はちゃんと見とけよ。
長。眠れないのか？はい、あの昼間のことか。はい、あれはルナールさんのことを思って言われたんですね。うん。あのままだと感情のまま敵基地を。だから隊長は。なんでそう思う？それは副官として指揮官のお気持ちぐらいは察しないと。真面目だね、アリアちゃんは。茶化さないでください。そうなんですよね、隊長。ハンナたちには内緒だよ。隊長、俺だっていつかは今日みたいな作戦をするかもしれない。その時あいつらには重荷に思ってほしくない。 あいつらはバカな指揮官に付き合ってると思えばいいんだ。はい、でも隊長ならあんなこと。俺も軍人だよ。隊長、もう寝ろ。はい。隊長ならか。なあ、起きてる？なんか用か？ショー、外に出へん？捕虜を外に出していいの？また部下に怒られるよ。もう誰も残ってへん。はあ？団は解散。夜逃げや。夜逃げって。しゃあないやろ。ネズル見つかってもうたんやから。正規軍相手に勝てる思うほど登れてへん。はあ、それで？あな、逃がしたる前に謝っとこう思て。謝る？うん、昼間のこと。あれ、うちらのこと思うて言うてくれたんやろ。ん？みんながそない言うたねん。みんながな。うちもそう思う。あんたに気いかへんかったらうちら今頃。ん？ありがとな。どないしたん？別に礼を言ってもらうことないよ。そういう狙いもあったのは事実だけど、昼間行ったのは本心だし。本心って？自分の実力以上のことをし続ければいずれ破滅する。何を？だから守れるもの以上のものを守ろうなんて思わないよ。それやったら民間人を守るんが先やろ。それを。兵隊だって駒じゃないよ。それでも指揮官ってのは部下を駒として扱わないといけない。あいつらの家族を無視して。俺たちがしてやれることなんてせいぜい死なないように作戦を立ててやるくらいなんだ。そやかて俺たちは神じゃない。ま、人間にできることなんて限られてるってことだ。ほな、あんたも同じことを。まあ、状況によりけりだよ。兵力とか、知性とか。でも。でも？どうしても部下を守れないとなれば、やるよ。はっきり言うんやな。うぬぼれてないだけだよ。うぬぼれ？綺麗事で部下を死なせられないだろ。そうなんや。まあ、いつも楽に勝てるだけの兵力があれば別だけど。え？俺たちだってむやみに民間人を犠牲にしようなんて思わないし。ほな、みんないっぱい兵隊を。それができたら誰も苦労しないよ。あ、そうか。
そんなことできるのはお偉いさんだけだろうし。ほな、エラなったらみんなを守れるようにできるん？努力はするだろうけど。ほな、決めた。何を？うち、やっぱりあんたの嫁さんになる。はあ？ほんで、あんたを出世させたる。ほな、もっといっぱい人を助けられるんやろ？ちょっと待て、今のはただの例えで。ほんまはあんたみたいな弱そうなやつ趣味とちゃうけど、これも慈善事業や。よろしゅうな、ヒューポン。というわけで、彼女も同行することになった。